山形大学大学院の鈴木さんが訪れたのは、医療用医薬品の製造・販売を手掛ける東和薬品山形工場。我々東和薬品では、企業型 の保育所としてですね、2018年に設置をしております。東和薬品 の社員の方では、20名お預けをしてまして、残りは地域の方でですね、20名採用しております。じゃあその企業で働く方々のためだけじゃなくて、地域のためにもなってるってことなんですね。実際にお子さんを預けてみてどうですか？工場なので祝日が出勤日だったりするんですけど、工場のカレンダーに合わせて保育してくれるので、そういう時に他の預け先とかを考えずにそのまま預かってもらえるのはとても便利ですね。他にも職場の環境づくりで何か取り組んでいることはあるんですか？育児とかですね、介護に関するさまざまな活動に取り組んでおります。短時間勤務の制度とかですね、そこをはじめとして、家族 の病気とかですね、看病のため のファミリーサポート休暇、こちらも導入しております。他にはですね、社員が自身の健康について考えて、生活習慣改善のですね、きっかけになるような取り組みを行っています。東和薬品さん、その薬を作っていることもあって、その患者さんの健康を考えるというのもそうなんですけども、働いている社員さん自身の健康も考えていらっしゃるんだなということがすごく分かりました。東和薬品の保育園をはじめとした働きやすさに寄り添った取り組みがあることで、ワークライフバランスを大切にし、それが仕事のやりがいにつながっていると感じました。